車のこれからを考えたらオールマイティなハイトワゴンになりました。 T のプロポーションという発想、 T の誕生、オールマイティーノ、そしてオールマイティーノ、みんなの満足を形にしたらオールマイティなハイトワゴンになりました。 T のプロポーションという発想、 T の誕生、日産です。